厚生年金基金の代行返上の認可があって、で、まあ、基金加入期間分のですね、年金記録の変更の処理が終わったと、しまして、で、その後にですね、年金事務所に年金相談に行かれて、で、相談窓口でね、あの被保険者記録照会回答表、まあ、資格画面をプリントアウトしてもらうとですね、これはあの基金の解散の日の前日までの被保険者の種別ですね、種別欄が 5H というような表示がされていると思いますね。これはもともと厚生年金基金にも加入していた機関であって、でその基金がね、その基金が代行返上したということが分かるような記号ですけどね、そういった表示になっていると思います。